おはようございます。おはようございます。ヘルチャンネルの時間でございますよ。そんだけでございまして、珍しいでしょう。スーパーカブ C125 が映ってるんですよ。まあ、これからですね、スーパーカブ C125 の出番もですね、どん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 大きくなっていくというわけでございます。 自賠責 <laughs> 前までですね自賠責が切れていましたのでなかなかこいつをですね持ち出すことができなかったんですけどいよいよですね自賠責に入りましてめでたく行動にまた舞い戻ってきたというわけでございますファーストチャンネルでお届けしようと思うんですけどスーパーカブ C125 行動復帰記念としましてまず第1弾がですね スクリーンをでですすね装着したといいうわけでございますどこのスクリーンで、まあ、どういうものかっていうのはですねファーストチャンネルでお届けしてみようかなっていうふうに思うんですけどなんでそういう話をしたのかって言ったら以前 ファーストチャンネルでスーパーカブ C125 はですね今後スーパーカブ110クロスカブ110と差別化するためにですねオズさんは意を決してカスタムをしていきますっていうですねそういう動画をですねお届けしたじゃないですかそのカスタムの第1弾としましてスクリーンを装着したというわけでございますうんそうなんだ でこれからですね、このスーパーカブ C125 ですね、これで終わりじゃないよ、もっともっとですね、いろんなところをですね、カスタムしていこうかなっていうふうにですね、思います。これは本編の、ファーストチャンネルの本編のおまけコーナーでも話したんですけど、スーパーカブ C125 のそのノーマルの美しいデザインが、すごくお気に入りです、オズさんはっていうですね、そういうお話をですね、以前も、まあ、以前からですね、何回も何回もですね、やってきたというわけなんでございますが、 この人はですねもう大々的にですね大々的にですねいじっていきます、まあ、そうしたらヘルさんが大好きなノーマルの形状がどん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 崩れていくじゃないかっていうふうにですね思われている方いらっしゃると思うんですけど大丈夫です大丈夫ですよ初号機 <laughs> 言ってるなおい初号機とかって言っちゃってよ 初号機に関しましてはご近所徘徊スペシャルイタリアンマシンにですね仕上げていこうかなっていうふうにですね思いますナポリタンみたいなですねそういう仕上がりにですねやっていこうかなっていうふうにですね思っております今ですね初号機って言ったじゃないですかつまりですね 2号機もでですねあるといいうわけでございますまだないけどね、<laughs> いずれですね2号機っていうのもですねスーパーカブ C125 購入しましてその2号機に関しましてはとにかくですね絶対に汚さない絶対にカスタムしないナンバーも取らない。ナンバー 取らないってからナンバーも取らない完全保管用としてですね2号機をですね購入しようかなっていうふうにですね思っておりますそのタイミングっていうのはですねスーパーカブ125がいずれですねまあもういずれですねこの人もですねモデルチェンジしたりとかあるいはですねなくなると思うんだ排ガス規制がすごく厳しいですからね今そのタイミングで もうなくなるよっていうタイミングで2号機をですね購入してナンバー取らずにですねきちんと保管しておこうかなっていうふうにですね思っております。踏ん切りついたようやくだから1号機に関しましてはですね今からですねスクリーンだけを装着したんですけどこんなもんじゃないよっていうところをですね皆さんにお届けしまして本日の動画を終了させていただきます。ディワディワ